つもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ボウさんですね。はい。BOU ではなく、BOW。はい。まあ、このボウの方ですね。はい。まあ、BOU の方は今日 PB、一応ご依頼は今のところまだされてないので、はい。まあ、お間違いないと思います。はい。大丈夫だと思います。はい。じゃあちょっとハサミで上切りますんで、ちょっとまあ飛ばしていただいて OK です。小マチがあるんだとね、なんかピコッと押すとこう全拍が自動でバリ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 ってあったらいいなぁと思って、ないですね。まあ手でバリバリ、まあ海外の方だと多分ホスト、ほぼ手でバリバリ開けてるんでしょうけど、手でバリバリ開けても開けなくても、このハサミでやってもそんなに時間は変わんないよねって思います。はい、じゃあ行きます。まあ、向こうはベース分配ほとんどしないでしょ。だから、まあ、レギュラーカードが届きましたらご確認ください。で、パープルがある。はい、シリアルですね。ウィルケン、ブロックウィルケンさんなんか聞いた、はい、記憶がある。はい。うん。あ、一巡か。ああ、ね。ボードラにレギュラーカードかなんかあったのかな。で、3枚だね、インサートね。インサートなんか1枚から3枚ぐらいな感じです。で、クロームの方も届きましたらご確認ください。さらーっと、はい。よいしょ。一応こうね、さらーっと見せるぐらい。で、パラレルとあったら、レギュラーのこの紙の最後にいますんで。で、サインだ。アスレチックス。はい。ライアン・ラスコさん。ライアン・ラスコ。ですね。とても丁寧に書いてますね。あ、去年の二巡だ。おー。あーで、ちょっとマイナーワン、ルーキーリーグかなんかで苦労しちゃったのかな。ポジション外野か。あー、ちょっと、あれだね。今年ね、どうなってるか。はい、成績が。まあ、一番本人がやらなきゃと思ってる。ね、去年のお前な、ムルキリカ 1A のね、経験を元から言うと。そこでちょっと焦らないとやばいよねっていう。よいしょ。はい、とりあえず1枚目。まあ、今年成績改善してるといいですけどね。まあ、練習やった分、身になりますからね。紙のシリアル。はい。マイエさん。ですね。あ、サインだ。はい。トニー・ルイズ。はい。ちょっとデジャブですね。さっきも出ました。よいしょ。それのパープル。うん。2005年生まれのね。インサート、インサート。だね、はい。あと最後もう一枚。お、スパークになってる。あ、150だ。はい。ね、スキンズ150シリアルですね。よいしょ。で、インサート3枚ですね。うん。ホリデーカースタット。ジョーダン君もそろそろだよね。もうちょっと、うん。そろそろだよね。そろそろ来ないとねっていう。はい。ヒメネスですね。ノンシリの、よいしょ、パラレル。
今シリアルが3枚、サインが2枚。あとサインがもう一枚。どうでしょうね。シリアルつくかな。エリーですね。結構パスト多いんだな。あ、山本さんいました。やっぱ上だな。いるとき上にいますね。はい。これ、あ、やっぱエリーだ。この、左手のところ。はい。お、またシリアル来た。ファースト。はい。カラスさん、125。あ、下サインだった。はい。バルデスさん。で、マヤさんのパラレルも来てますね。彼もドミニカ2004年生まれ。6フィート2ですね。あー、パイレーツか。おー。はい。よいしょ、うん、シリアルが3枚 ?4 枚来てるか。インサート2枚ですね。うん。あと、ラスト、ワンパック。よいしょ。まあ、だいたいここに入ってるのかな。ね。はい。ってことで、開け終わりました。ですね。はい。最後、クルーズの上。ボークル言いました。よいしょ。シリアルが4枚。クロームさん、神市。シリアルの枚数は、ホビーとジャンボ、同じなんですね。ほぼね。まあ、ただ、ベース系が、多くて。で、サインが3っていうのがジャンボっていうところで。ボードロのメンバーもサインいるからね。そう考えるとやっぱ、ファーストで、ね、2004年、2005年あたり引いとくと楽しめますね。シリアルは4だ。クロームが3ですね。で、紙が1。で、山本さん。エリーも気がついたので、取り出しました。はい。うん。やっぱ、まあ、ベース、同じ選手が2枚出るの、時もありましたよ。2018年とかね。ジャンボ開ければ、大谷選手の、たま、ごくごくたまにですけど、まあ、だいたい1枚です。だからホビーいっぱい開けた方が、ルーキーカードの紙的には枚数は得られるんですよね、うん。まあそれで、そういう理由からホビーをたくさん開ける方も多いです。ね。あの時ホビー買ってた方々は、グレーディングしたらほとんどもうホビーのボックス代がタダになってるような。もうほとんどタダじゃんっていう感じですからね。大谷選手のルーキーカードいっぱい持ってたら。ね。そういう考えもまあ一つあるということで。はい。で、若い方々ね、3人とても丁寧に書いてます。一つがシリアル来ました。はい。じゃあこちらで今日発送いたします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。